辛そうなカップラーメンを、現地のカップラーメンを買ったんですけど、めちゃくちゃ辛くて日本にはない辛さでびっくりしました。話には聞いていたので知っていて、でも本当にすごく嬉しいですね。で、実際多分はもちろん日本でもたくさん聞いてもらっている曲ではあるんですけど、割と意外だなという感想だったので、で僕は多分大好きなのですごく嬉しいです。なんかこうインドネシアの皆さんに寄り添ったなんかパフォーマンスができたらいいなと思いますね。ちょっと具体的にはまだないですけど。音楽に振り回されずに自分たちが楽しんで音楽を乗りこなしていきながら、エンジョイできるユニットになっていきたいです。